でも、名古屋に莫大なお金を残すわけでしょ？ 5 億円。あ、5億円。あ、もっとじゃないの、サウジだから。200億円ぐらいじゃないの。いや。5億円ってすごいね、でもね。すごいね。5億円って言ったら、マテウスは年俸いくらぐらいなんですかね。いくら、でも多分向こう行って多分2億くらいには多分なるんじゃないですかね。これはまた補強もできるわけでしょ。そうですね。いやー、すごい。だ名古屋はまさにでもあれかもしれないですよ。もうその今森島選手取ろうとしてるっていうのもありますけど、はい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 、あとユッカー選手をこれ完全買い取りできますね、これでね。浦和から、はい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 、今レンタル来てるけれども、はいはいはい、問題ない金額がこれで揃ったと思うので、そうだね、これは来季もまた名古屋強いんじゃないかなと思いますね。ここでそんなボランチの話をここからしていきましょう。はい、今日の注目ポイントです、ここが一番の、うんうんうん、まあここただおかしいのが米本稲垣、はい、誰が出ても12キロ走るんですよね。はい、12キロ走行距離あるってタフガイが揃ってる、タフガイでしかないし、稲垣選手に関して言えばもうともすれば井出口洋介選手か稲垣選手が今シーズン最も走った人になると思うので、うん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 、ちょっと尋常じゃないですね、彼に関しては、うん、ただとはいえ枚数が少なすぎる、うん、そう考えたらどう考えたって足りないんです、うん、じゃあ何人か取ろっか、はい、という話で、テナント23-21ぐらいの新鋭ボランチ、さすがでございます。世代別代表オリンピックにも目されるような人が、さすがでございます。はいはい、まず一人目、はい、J1 から、うん、金子大輝。ああなるほど、うん、何かしらのパイプ性も考えた上でちょっと今年も1枚いいですかと、お金はもちろん移籍金差し出しますのでトヨタマネーもございますから、ね、うん、ありますからね、はいはい、それもありなのかなと、うん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 、あと最後もう一人、うん、琉球大ミッドフィルダー藤井海斗。はあ、いやもちろんいい選手だからなんでしょう、はい、先ほど私は言いました、はい、ボランチが足らない、はい、藤井選手どっちもできちゃう、できるんです、うわー、これは欲しいわね。あとね、はあ、なんせ頭がいいんです、はあ、実は琉球大柏高校にいながらにして、はあ、1年次からスタメンを務め、はあ、キャプテンタイプリーダー候補、はい、そうなんです、しかも、はあ、頭脳明晰、ああ、そう、これは名古屋の首脳陣好きなんじゃねえかなってちょっと思いますね。ってことはこの成瀬世代を引っ張っていく、そう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 、ね、そのあたりは黄金時代を作っていくだろうみたいな感じの取り方、そうなんです、あ、まあさん、またうまいこと、実はねこの後で話すんですが、あの実は甲田選手、はい、そしてあとはおそらくまだ決まってはないんですけど、年代別の代表候補の選手にあの三田選手とあと竹内選手っていうのがいるんですよ。なるほど、このあたりがその2002のところに入ってくると思うので、うんうん、そうするとなんか2001-2あたりのところにずらららららって人入るじゃないですか。はい、あら、名古屋、時代の名古屋、ここで優勝するんじゃないかっていうメンバーが揃ってくると。僕は結構あると思ってます。そっか。はい。はあ、なんかすごいありそう。いや、そうやって選ぶんですね。はい。はい、吉田晴輝選手、あの吉田選手すごいのが2003年世代なんですけど、もともとあの高校生の頃から、うん、もうあの、もともとあのボランチもセンターバックも超有能プレイヤーなんですよ。うんうんうん、で、しかも吉田選手はあの高校3年生ながらですね、うん、あの名古屋、あの ACL 出てたじゃないですか。はい。あそこに帯同してるんですよ、まさ、はあ、で、しかも名古屋してるってめちゃくちゃ大変で、はいはいはい、あの、ずっと隔離だったんですよね。おー、だからあのみんな監督もコーチも選手も皆さんも、はい、あの日本代表のようなみんなで一緒の場所でこう食べるとかってことは全くなく、全体トレーニング以外の時間帯のこあのこなんだろう、個人であるトレーニングもお部屋でしかできなかったっていうのもあるので、うん、そうだね、だからめちゃくちゃあの帰ってきてからめちゃくちゃメンタル鍛えられましたなんておっしゃってたんですけ ど、はい、そうなんですよ。なんであと彼にとって必要なのはやっぱりトップチームとか、うん、そのプロのスピードを経験するってところなので、うん、守備のマルチロールできる選手ですから、まあ、最近だったら藤原雄大選手みたいな感じで、うんうんうん、こういろんなところ J3 だろうが2だろうが関係ないので、うん、絵に行ってみるっていうのもちょっと面白いのかもしれないなというところでございます、はい、